はい、どうも、マイクラで銀座を作っていこうやってきます。今日作ったのはこちら、高速道路、銀座の高速道路の下ですね、銀座と新橋とかを分けてる銀座ナインっていうのが入ってるところの高速道路ですね。こちらの方の、花政から向こうのドン・キホーテあたりまでを作ってきました。じゃあ見ていきたいかと思います。ここ銀座の、ここからこっちにあると銀座で、こっち側が新橋です。新橋側は何にも作ってませんで、ここのとこ作ってないんですけども、新橋っていう名前の由来になった新橋という橋の跡地があるとこですね。ちょっととりあえず目標がこの高速からこっち側だったんで、今回は割愛です。でこっち行ってみましょう。これこのまままっすぐと銀座の中央通りになります。でここの道がですね、この通りに対して多少斜めに入ってるんで、ちょっと斜めっていうのがまだこの後こっち作っていくのにちょっと基準線がないと分かんなくなるんで、ちょっと基準になるような石をちょっと残したまんまの状態になってます。で行きましょうね。そうするとここはですね、花政が、肉の花政で私仕入れどうせようになってますがありますが、中はちょっと入れないようになってますが、一応ちょっと中の明かりをそれっぽく作ってあります。ハーフブロックっていうところの、ですね、そのこのブロックの半分の高さのブロックの間に明かりを引き詰めるとこんな感じで蛍光灯が並んでるような感じに見えますね。じゃあここ行きましょう。じゃあこっち側を作ったんで、あ、やべえ、どこ置いてた、どこな、こっち側歩いていきますかね。こっち前に作った天国とかなってとこ、信号の中身が抜けているといつもながら作業をしながら動画を撮るスタイル。信号の中身で、あ、間違えた、最悪ですね、これ。ちょっと待ってね、待ってね、こういうことも。ハプニングもありつつ。大体信号って分かりやすいよね。上が赤とか、真ん中側が赤になってます。あ、ほんと、赤いね。はい、改めてこっちですね。見ていきます。ここ、上が高速道路だーっと走ってますね。で、ここに、こうやって向こうにあるんだけど、まだ作ってない。行きます。こうやって歩っていくと、これずっと肉の花政ですねがあって、どこどこどこって言って、次がですね、ここはですね、タクシープール、こうやって事務所があるんですけど、ちょっと事務所の中細かく作ってないんで、おいおい削れてんじゃん、ここも。これは線入りブロックがなくなってるな、柱状のやつ。これをこれ向きでこっちの横ですね。でこの中にタクシープール止まってます。よくここでタクシー、終電間際とかだとタクシーの乗って帰る人が列なしてるところですね。で次このままずーっと行くと、ここはドン・キホーテの裏側の入り口ですね。ここのところにも少しドン・キホーテの売り場があります。昔はここなんかいろんな立ち、なんか食べ物屋さんとかいくつか何かがあって、今はドン・キで落ち着いてますね。で、ここの向こうの向こうが、昔はここまっすぐ通れたんですけど、今向こうなんかドンキだか花政だかの荷物置き場になっちゃってですね、まあ、ここ扉ができて通れなくなっちゃいました。昔はこれこの村側に郵便局があるので、そっち行くのにすごい突き抜けれる通りだったんですけど、今はちょっと入りづらくなってますね、残念ながら。でここが、地下駐車場ですね。一応あれ P のつもりで、ずっと入っていくとなんだけど、奥は作ってないんで割愛ですね。でこうやってテク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 と歩いていくと、ここ公衆トイレになってますね。この辺一帯が公衆トイレで、でね、このちょっとお店の方に、うちのラスリサさんにだんだん近づいてきました。でテク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 つって、これ高速道路の降りるとこ、ここですね。結構皆さん困ってるんですけど、この道がこっちに向かって一歩追行なんですけど、こっからこれ降り側なんで、降りたらここくって回んなきゃいけないなんだけど、たまに間違ってここ降りてこっちに行きそうになって、クラクション鳴らされまくってる車が結構ありますね。というとこで、ちょっとここすごくですね、苦労したのが、ここの高速道路がまっすぐ入ってない、斜めに入ってるっていうところで、斜めに入ってるとちょっとでもずれるとまたすごく直さなきゃいけない、直すと真横に一歩ドンっていう感じでもないんで、すごくそれが大変でしたね。で、ここの道も斜めに入ってて、で、結果的にこっちの歩道も斜めに入ってると、これも最初の頃について作った、
三井ガーデンホテルなんですけど、ホテルの前がちょうどこの広場になっててですね、この広場がちょっと今回の修正に伴ってかなり悩みましたね。ここのこれが斜めに入ってる、斜めの入りの傾斜がどんなのかっていうのがすごく最後までもうずーっと悩み続けていて、それに合わせてこっちも合わせなきゃいけない。で、この斜めが決まると今度こっちの斜めとの交差する場所はどこなのっていう話で、そこからこの歩道が決まったりとかするんで、ちょっとね、ここが何回もちょっと試行錯誤を繰り返して今の状況に落ち着きました。で、これがその三井ガーデンホテルですよね。この辺だとなんかかなり高い方のビルですね。で、こっち行くとうちの店ラスリサスの方なんですが、今日はこっちが。で、ちょっとドンキっぽくないね、俺ね。ちょっとなんか字って細かいんでね、なかなか難しいんですけど、その分限られた枠の中だとすごく何にも書けないから、ちょっとなんとなく抽象的になってますね。で、このまま行くと今度ここがですね、前まではですね、カルネステーションっていうなんか焼肉の食べ放題みたいなところがあったんですけど、ちょっともう残念ながらここしばらく閉まりっぱなしですね。これでこれをドンってやって直してみましょう。という状態ですね。で、こっちが起きて、まあ歩道橋でずっとなんですけど、ちょっとここはそのさっきの斜めの話があるんですごく難しそうなんで、ちょっと今は割愛してます。で、こっちで、ここ歩道がしてるんですけど、そのさっきの斜めの問題があるんで、ちょっとこの辺はちょっとバビニオンに斜め残してあります。だけどあれだな、その光源をいろいろ多少入れてるんだけど、光源の光り方が実際のものと違うんで、すごく暗く感じちゃいますね、ここね。で、これずっと行くと、ここドンキホン、本当だったらこれ自転車がいっぱい並んでるところですね。ドンキホン、もっと広いのかもしれないな、直さなきゃいけないですね。で、こっちドンキの裏側で、ちょっとこの辺に最近できた歩道橋を向こうに汐留に向かって走らせたとか、そういう作業が必要になりますが、ちょっと今回のプロジェクトは銀座を作ろうなんで、こっち側はちょっとこれぐらいで手抜いてます。で、もう一つが一応高速道路が上に走ってるんで、高速道路も作りましたよと、こんな感じですね。せっかくなんでちょっとした夜景に変えてみましょうかね。これ高速道路の中ランプはちゃんと一応ついてるんで、高速道路っぽく見えるかなっていう、常に昼間じゃなくて昼夜サイクルありにして、再開よいしょ、時間を夜にしますよと、こんな感じですね。あっちあるか、夕日がまだ見えてるんだな。で、その建物を作った時に昔コピペをガーッとやるって言ってたんですけど、建物のその一番最初の基準階で明かりをつけてたところはこういう風に明かりついてる感じなんですけど、あんまりなんか細かく作ってないから大概のところは明かりなんか入れてないですね。だからすごく暗い建物が多いんですけども、まあ中には明るい建物もあるっていう感じですね。この高速道路バーッと走るようになってます。あ、すげえ高速道路っぽいなこれな。で、ここ前に作った銀座8-10ビルってところの上がですね、これちょっと分かりづらいんですけど、ホテル三日月の看板が綺麗に写っているんで、ちょっとそれも作ってみました。で、高速道路ですね。これ中央分離帯が思ったより低いっていうのをちょっと作りながらですね、ストリートビューそもそもで見てたんですけど、ちょっと怖かったですね、見てて。で、ここで橋まで来るのかな。あ、次のあれですね、ここ中央通りのところの上ですね、これがね、はいはい、街灯も作ってるけど、やっぱマイクラの世界だと暗いんだな、こんだけな。ちょっと時間を戻しましょうか。時間を日中しましたよと、こんな感じになってます。で、ここさっき言った降りるところガーッと降りていくみたいな感じでなってますね。で、ちょっと
今回の区画は今まで建物でやってたコピペで一気に上まで作り上げるっていうのがちょっと全くできなかったんで、もう何回も試行錯誤を繰り返しながら頑張ってやっとこんな感じになったって感じですね。あ、そうか、これ中結構見えちゃうんだな。ドンキの看板の裏面をなんか光源ブロックというのをいっぱい入れたんで、その光源が奥にいっぱい見えてましたね。こんな感じで降りていくとさっきのところに降りてきますよという風な感じになってます。よいしょよいしょ、こんな感じですね。で、これが今回作ったところ、こんな感じでございます。あ、結構思ったより雰囲気出てるな、これな。何の枝か全く分かんないですね、肌から見たらね。で、あの天空に山が見えて、これであと中央通りに向かっていきますよね。で、このよいしょ、これで降りていこうか。肉の花まさの向かい側がカニ道楽と銀座ナインの商店街さんなんで、ちょっとこの辺は今後作っていこうかな。で、それに合わせてここの道も作るかなと思ってます。で、今後の目標としては、ここの左側ですね。とりあえず中央通りを、中心側からですね、きっとね、中心、どこまで作ったんだっけ。EXIT メルさんまで作ってあるはずだから、あ、もっと先か。これで G6 でしょ。で、5丁目まで作ったのね。あ、なるほど、はいはいはい。これですね、ここの次、このブロックから、こっちに向かってガーってつき、ま、作りましょうかね。で、ここ1列だから1ブロック1ブロック2ブロックもう1ブロックか3ブロックぐらい作ると、この中央通りがなんか綺麗にできそうかなという感じになるかなと思ってます。さあ、どうでしょうか。読み込みがついてないですね。まあ、結構街並みっぽくなってるとは思うんですが、いかがでしょうか。おお、来た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 、こんな感じになってます。まあまあ、ちょっといろいろ他にもやることもあったりするから、細々とちょっと気長にやっていけたらいいかと思います。ここのこっちのブロックは全部できてるんで、もしどこどこ見に行きたいとかなんかあったら、単に作った場所じゃなくて歩き回るだけの動画も作ってもいいのかなと思いますんで、もしあの辺ってどうできて、どんな風に作ってんのっていうのがあったら言っていただけると、お散歩してみたいと思います。じゃあ G6、 建物がじゃなくて店舗がいろいろ入れ替わってっていう風な話題になってるところですね。見ながら今日は終わりにしましょうか。あ、ちょっとごめんなさい、こんなね。また今日はどうもありがとうございました。今後もお楽しみください。お楽しみにお待ちください。それでは。